はい、プレボール堂前球人です。2月10日 DeNA 紅白戦レポートということでございまして、はい、今日からですね DeNA 実戦が始まります。まずはね、紅白戦というところでございますが、まあ、注目はねドラフト1位渡来選手を含むルーキー野手3選手が共にスタメンデビューっていうところでございました。で、そういう中でしっかりねいい結果を残していたんじゃないかっていうところもあって、結果と見ていきたいと思います。まあ、まずねスタメンからチェックしていきましょう。はい、では2月10日 DeNA 紅白戦ですね、スタメン見ていきましょう。まず白組はですね、1番指名打者佐野、2番ショート林、3番レフト勝又、4番センター海老名、5番ファースト知野、6番キャッチャー松尾、7番ライト関根、8番サード西浦、9番セカンド柴田で、先発ピッチャーが小園ということになっております。まあ白組はですね、まあ、主力もちょこちょこ混じりつつ、試合下に上がってきた勝又選手や今年2年目を迎えるドラフト1位松尾選手らがいて、まあまあさらに同じくドラ1の小園選手も投げるというところで、まあいろいろ楽しみなスタメンでございます。で、一方ね赤組も1番ライト渡来、2番セカンド石上、3番サード井上、4番レフト東、5番センター梶原、6番ファースト西巻、7番キャッチャー益子、8番ショート京田、9番指名打者山本で、先発ピッチャーが中川颯ということになっております。まあ、白組も楽しみではあるんですが、やっぱ赤組ですよね。ドラフト1位ルーキー渡来選手、彼が1番ライトでスタメンということになっております。で、さらに2番に石上、3番に井上とルーキー3人が並んでいるっていうところでございますから、まあやっぱほんとワクワクする並びかなというふうに思います。で、あとは先発ピッチャーも中川颯選手、占領会から獲得していたアンダースローのピッチャー、まあ、彼がどれだけ通用するかっていうところではあったんですが、で、そしてピッチャーの系統を見ていくと、白組が小園、徳山、ディアス、中川、そして赤組が中川颯、宮城、マルセリーノ、石川というね系統でございます。はい、でスコアもね見ていきましょう。スコアは赤組が 1,2 回に1点ずつ入れて、4回に6点、計8点で、白組が 4,5,6 に1点ずつ返しましたが計3点止まりで、まあ結果ね赤組の勝利ということになっております。まあやっぱ赤組はかなりヒットも出ておりましたし、7回で15安打出ておりました。まあやっぱ若手中心でございましたが、まあ非常に触れていたところではあったんで、見どころはねたくさんあったかなというふうに思いますが、はい、ではねそんな中それぞれの打撃成績っていうところ、そこね見ていきましょう。はい、ではですね、まず赤組から見ていきましょう。赤組はですね、1番ライト渡来、やはりね1番の注目は彼でございます。4打数の3打2打点1四球、まあ、猛打賞4塁の大活躍ということになっております。まあまあやっぱさすがでしたね。1回2回とね連続ヒットで、まあ、4回には長打もね出たっていうところでございます。しっかりねフォアボールも選べていたっていうところでございますんで、もう本当100点満点の出来だったのかなというふうに思います。ただちょっとね言うならば守備で良くないプレーっていうのがありました。ちょっとこの辺はね心配されている部分でございますんで、まあ残りの春季キャンプで詰めていってほしいところでございます。で、2番に入った石上も5打数3打1三振ということになっております。まあドラ4ルーキーの彼もね今日猛打賞しっかりと打っておりました。まあまあ春季キャンプ始まってから打撃がいいんじゃないかっていうふうに言われておりましたが、実戦でもそのバッティングを見せてくれていたということでございました。で、3番に入った井上、彼もねドラフト6位ルーキー、3打数の1安打、1打点、1三振、1四球という結果でございます。まあ、1打席目に先制の犠牲フライ。で、フォアボールもね、選んでヒットも出ました。まあね、1、2番の2人に続いて上々の出来だったんではないでしょうか。で、4番に入った東。まあ、キャッチャーからね、外野手にコンバートっていう東でございますが、今日は4番で起用、5打数の1安打、1打点ということになっております。まあ、やっぱ打力を期待されてのね、外野起用というところもありますし、まあ、打順も4番というところで、期待されているなというところではありましたが、しっかりと結果出しましたね。で、梶原選手が4打数ノーヒット2三振1四球、まあ、ちょっと今日はねヒットが出ませんでした。で、西巻選手が5打数3打1打点1三振1盗塁、去年ね試合下に上がった西巻選手、あまり上で出番はありませんでしたが、まあしっかりと結果を出しております。で、益子選手は2打数2安打1打点2四球とバッティングは上々ということになっております。で、京田選手が4打数2安打2打点2盗塁と、まあまあもう中堅ベテランの京田選手でございますが、しっかりと今日は結果出ておりまして、盗塁もね積極的に決めていたということでございます。で、山本選手が DH に入って3打数のノーヒット1三振1四球ということになっております。ということで、まあ赤組はね非常に安打もたくさん出ておりましたし、ルーキーたちの活躍もね光っていたというところでございます。では続いて白組ですね見ていきましょう。はい、
では続いて白組ですね、見ていきましょう。 DH で入った佐野選手が2打数2安打ということで、まあまあさすがですね、実績ある選手がしっかりと結果出しております。でただね、5回以降は DH に入っていたんですけど、まあ途中ね、もう出なかったっていうところもありましたから、まあ2打席で今日は終了。で、林選手が4打数の1安打、0打点2三振ということになっております。まあ今日ね、ショートで出場していた林選手、まあ当然ね、レギュラー争いに食い込んでほしい選手でございますが、今日ヒットは1本でございました。で、試合下に上がってきた勝松選手は4打数の1安打、しっかりヒットを打っておりました。で、海老名選手がセンターに入って4打数の1安打、1三振。で、知野選手が3打数の1安打、1三振、1四球ということになっております。で、ドラフト1位のね、松尾選手。彼はまあ3打数ノーヒット、1四球ということになっております。まあ今日はね、ヒット出ずっていうところでございまして、で、ちょっとね、盗塁もたくさん決められていたかなというところはありますんで、まあちょっとあれではあったんですけど、まあまあでも全体的にね、レベルアップしているなっていう印象でございましたし、まあ全然ね、OK なのかなっていうふうに思いますが。で、関根選手が3打数の1安打、1打点。で、西浦選手が3打数の1安打。で、柴田選手が3打数の1安打、1三振ということになっております。はい。まあ、白組の方も、ヒットは9本ね、打っておりましたが、たくさん点は取れずということになっておりました。まあ、あんま繋がんなかったよっていうところではあったんですが、まあでも、チーム全体見渡してヒット出なかったのも、2年目の松尾選手だけっていうところではあったんで、まあ、それぞれの選手がね、活躍していた印象でございましたが。はい。で、続いてピッチャーですね、見ていきましょう。はい。続いてピッチャーですね、見ていきます。まずは白組小園選手、2イニング13打者、被安打5、奪三振0、四球が2つ、失点2という成績でございます。はい。まあね、期待されている小園選手でございますが、ちょっと今日は正直良くはなかったですよね。コントロールもアバウトでしたし、三振もね、取れていなかったというところでございます。まあ高卒3年目、そろそろね、台頭っていうところではあったんですが、まあちょっと今日は課題が見つかったのかなというところもございました。で、徳山選手が2イニング投げて16打者、被安打8、奪三振1、フォアボール2つ、失点6ということで、まあ、小園選手以上にね、ちょっと打ち込まれていたのが、この徳山選手。まあ、割とこう、良くなっているんじゃないかっていうところも聞いていたんですけれども、かなり打ち込まれてしまっていたと。で、その後に投げた育成のディアス、2イニングで打者10人、被安打2、奪三振2、フォアボール2つ、失点0と、まあ、試合下昇格を狙うディアスでございますが、課題は制球かなっていうところはありました。まあまあ、でもね、強い球っていうのは投げれておりましたんで、いいところもあったのかなと。で、最後、白組中川光選手、1イニング投げて打者3人、被安打0、奪三振1、失点0と、まあ、パーフェクトピッチングということでございました。まあ、開幕1軍に向けてね、割ともう早い段階で仕上がっている印象でございます。で、赤組、先発は中川颯選手、2イニングで打者8人、被安打2、奪三振0、失点0というピッチングでございます。はい。まあ、先発を任されていた中川選手、2イニング投げて0点で抑えておりました。まあ、戦力外から入ってきて期待されている立場でございましたが、いいピッチングができていたんではないでしょうか。で、その次、宮城選手が2イニング、打者9人、被安打2、奪三振1、フォアボール1、失点1というピッチングでございます。で、育成のマルセリーノ、2イニング投げて打者10人、被安打4、奪三振4、フォアボール1、失点2と、いうピッチングでございます。まあ、マルセリーノもね、こう何とも言えないというか、まあ、投げている球はいい球ではあるんですが、やっぱまあコントロールが課題というところではあるのかな。まあ、やっぱ2イニングでね、奪三振4っていうところは素晴らしいですし、ポテンシャルは間違いないかなっていうところではあるんで、まあ、いかにこう尖ったね、ところを均等にしていくかっていうところもあるのかなっていうふうに思いますが、まあ、これからに期待ですね。で、最後ね、石川選手が1イニングで打者4人、被安打1、失点0ということで0点に抑えておりました。はい。というわけで、まあ、ピッチャーはね、まあまあちょっとね、良くなかった選手と良かった選手で、割とこう割れていた感じかなっていうところでございましたが、まあまあでもこの時期の紅白戦なんでね、悪かったところを踏まえて、次につなげていただければなというところではないでしょうか。はい。というわけで以上です。最後ね、ネットでの反応を見て終わりましょう。はい。では、ネットでの反応ですね、見ていきましょう。このルーキー3人すごいね、ボールがよく見えてる感じ。開幕戦が楽しみということでございまして。そうですね、まあまあやっぱね、今回の紅白戦の見どころで言うと、ルーキー野手3選手、彼らかなというふうに思います。まあやっぱね、渡来、石上、井上、まあどの選手もね、即戦力を期待されて入ってきたわけでございますが、まあまあ本当に、それぞれいいものを見せてくれていたのかなというふうに思います。特にやっぱ渡来選手なんかね、もうドラフト1位ルーキー、即戦力なだけあって、
もう本当に別格のね、力っていうのを見せてくれていたのかなというふうに思いますし、まあちょっとこれは期待できるんじゃないかというところもありますよね。まあさらに石上選手もね、今日はセカンドでスタメンというところであったんですが、まあ当然ね、ショート争いっていうところ、DeNA 今年もキーポイントになってくるかなというふうに思いますし、そこに割って入ってね、欲しい選手の一人でございます。で、井上選手もね、年齢的には彼が一番上っていうところはありますし、まあ独立でね、しっかり2年間結果残して、プロ入りっていうところでございます。まあ内外はね、守れるっていうところもありますし、コーチ目からバリバリね、彼もやって欲しい選手かなというところではありましたが、まあ3人それぞれ、いい結果が出たっていうのはね、本当良かったなというふうに思いますし、また本当次のね、試合がもう見てみたいなというところを思わさせてくれる活躍ではありました。まあ特にやっぱ DeNA に関しては、牧宮崎、この2人に次ぐね、打者っていうところが、去年はなかなか厳しかったっていうところもございます。当然まあ佐野選手の復活や、オースティンがね、試合に出れるっていうところで、いろいろね、変わってくる部分はあると思うんですけど、それプラスアルファね、彼らがグッと、ゴダレクっていうのを引き上げてくれそうな予感がした初戦であったのかなっていうふうに思います。でこちら見ていきましょう。中川隼人良さそうね、右は相当打ちづらそう、折の闘争もあるが昨年のファーム成績で上で全くチャンスもらえなかったのを名付けたし、今年一気に飛躍してほしいということでございます。はい、まあちょっとね、今日は野手の活躍が目立っていた紅白戦だったのかなというふうに思います。で一方ピッチャーで言うとね、中川隼人選手、まあ、彼も良かったんじゃないかなというふうに思います。まあまだ本調子ではないのかなというところはありつつ、しっかりとね、2回無失点と抑えてくれておりました。まあ、アンダースローっていうところもあって、DeNA には今までなかなかいなかったタイプの選手ということになっております。で、去年ね、オリックスでしっかりといい成績残していたんですが、まあ、まさかの戦力外っていうところ。まあ、当然、こう、2軍レベルだと無双する能力っていうのはあるんですよね。まあ、あとは1軍でなかなかチャンスがもらえなかったっていうところが、まあ、本当ね、なんでだろうっていうところはありましたが、まあ、でも、こう、DeNA に来て、しかもまあ支配下で獲得してもらったっていう立場でございます。もう本当ね、今年からバリバリやってやるぞっていう気持ちはあるんじゃないかなというふうに思いますし、まあやっぱ先発ピッチャーもね、今永選手が抜けて、まあ、バウアーの去就もどうなるかわからない中で、競争で入っていく余地はあると思います。まあそこに入れなかったとしてもね、リリーバーとしての活躍っていうところ、まあこの辺も期待できる選手かなというふうには思いますんで、まあまず初戦で順調そうな姿を見れて何よりかなというふうに思いますし、ちょっと今後ね、注目選手の一人かなというところではないでしょうか。はい、というわけで今日は以上です。よければチャンネル登録、コメント、高評価などいただければ嬉しいです。野球人でございました。せーのゲーム、瀬戸。ありがとうございました。